こんにちは、新州読書会の宮沢です。今日は森外の鶏という短編を朗読していきます。読書会用に朗読しますので、読み間違い等ございますがご了承ください。鶏、森外。石田章介が少佐参謀になって小倉に着任したのは6月24日であった。徳山と門司との間を交通している蒸気船が上がったのが午前3時である。地方の軍隊は送迎がなかなか手厚いことを知っていたから、石田はその頃通常礼装というのをして勲章を帯びていた。古参の大尉参謀が同僚を代表して桟橋まで来ていた。雨がどっとと降っている。これから小倉までは汽車で1時間はかからない。川宇という家で飯を炊かせて食う。夜が明けてから大尉は走り回って切符の世話やら荷物の世話やらをしてくれる。汽車の窓からは崖の上にびっしりと立て並べてある小屋が見える。どの家も戸を開け放して女や子供がほとんど裸でいる。中にはちょうど朝飯を食っている家もある。中市のような仕事をする労働者の家だと士官が話して聞かせた。田んぼの中に出る。稲の植え付けはもう済んでいる。折々美濃を着て田子を担いであぜ道を歩いている農夫が見える。だんだん小倉が近くなってくる。最初に見える人家は朝日町の遊郭である。どのうちにも2階の欄干に赤い布団がかけてある。こんな日に干すのでもあるまい。毎日降るのだからこうして晒すのであろう。ガラガラと音がして汽車が紫川の鉄道橋を渡ると、まもなく小倉の停車場に着く。参謀長をはじめ大勢の出迎え人がある。一同にそこそこ挨拶をして室町の辰巳という宿屋に入った。タイから来ている重卒に手伝ってもらって石田は早速清掃に着替えて司令部へ出た。その頃は申告の仕方なんぞは決まっていなかったが、角あって上官に越する時というので、着任の挨拶は清掃ですることになっていた。翌日も雨が降っている。鍛冶町に貸し屋があるというので、あるというのを見に行く。砂地であるのに、道普請に石炭くずを使うので、薄墨色の水が町を流れている。柏は町の南側になっている。生垣で囲んだ荘厳な屋敷である。庭には石炭くずを敷かないで、きれいな砂が降るだけの雨をみな吸い込んで、濡れたとも見えずにいる。真ん中に大きな猿すべりの木がある。柿の方によって強竹塔が5、6本立っている。車から降りるのを見たと見えて、家主が出てきて案内をする。渋髪色をしたしなびたじいさんである。石田は防水布の雨覆いを脱いで、門口に入って脱いだ雨覆いを裏返して巻いて縁花に置こうとすると、じいさんが手に取った。石田は縁を濡らさない用心かと思いながらじいさんの顔を見た。じいさんは言い訳のように、この辺の往来から見えるところに物を置くのは危険だということを話した。石田が長靴を脱ぐと、じいさんは長靴も一緒に持って先に立った。石田はじいさんの案内せられて家を見た。この土地の家は大小の違いがあるばかりで、どの家も皆同じ平面図によって建てたようにできている。門口に入って左側が外壁で、家は右の方へ長方形に伸びている。その長方形が表側と裏側とに分かれていて、裏側が勝手になっているのである。東京から来た石田の目には、まず柱が弁柄か何かで台車のような色に塗ってあるのが異様に感じられた。しかし不快だとも思わない。ただこの家なんぞは建ててからあまり年数が経たものではないらしいのに、なんとなく古い時代のある家のように思われる。それでこんな家に住んでいたら気が落ち着くだろうというような心持ちがした。表側は玄関から次の間を経て、右に突き当たる西の爪が一番良い座敷で床の間がついている。じいさんはちょっとごめんなさいと言って勝手へ行ったが、街灯と靴等を置いて
座布団とタバコ盆とを持って出てきた。そして猿滑りの植わっている庭の方の雨戸がまばらに閉まっているのをガラガラと繰り上げた。庭は内から見れば割合に広い。じいさんは生垣を指さして、この辺は要塞が近いので、石塀やレンガ塀を築くことはやかましいが、表だけは立派にしたいと思って問い合わせてみたら、低い塀は築いても良いそうだから、そのうち都合をしてどうかしようと思っていると話した。表通りは中ぐらいの横丁で、向かいの平屋の低い窓が生垣の隙間から見える。窓には竹すだれがかけてある。その中で糸を引いている音がブンブンと眠たそうに聞こえている。石田は座布団を敷居の上に敷いて、柱に寄りかかって膝を立てて、ポケットから金天狗を出して一本吸い付けた。じいさんは縁旗にしゃがんで何か言っていたが、いつか家の話が家賃の話になり、家賃の話が身の上話になった。この薄井というじいさんは夫婦で西隣に住んでいる。遅くできた息子が豊津の中学に入れてある。この家を人に貸して暮らしを立てて、せがれの学士を出さねばならぬということである。それから裏側の方の間取りを見た。こちらは西の爪が小さい間になっている。その次がやや広い。この2軒が表側の床の間のある座敷の裏になっている。表側の次の間と玄関の裏が半ば土間になっている台所である。井戸は土間の隅に掘ってある。縁側に出てみれば、裏庭は表庭の3倍ぐらいの広さである。ところどころにみかんの木があって、小さい実がたくさんなっている。縁に近いところには河原で築いた花壇があって、菊が作ってある。そのそばに丸石を畳んだ井戸があって、どの石の隙間からも赤いカニが覗いている。花壇の向こうは畑になっていて、その西の隅に別当部屋のついた馬屋がある。花壇の上にも畑の上にも、みかんの木の周りにもミツバチがたくさん飛んでいるので、石田は大層ミツバチの多いところだと思ってじいさんに問うてみた。これはじいさんが飼っているので、巣は東側の外側に吊り下げてあるのであった。石田はこれだけ見て一旦じいさんに別れて帰ったが、家はかなり気に入ったので、宿屋のおかみさんに頼んで細かいことを取り決めてもらって、2、3日去って引っ越した。横浜から船に乗せてきた馬もついていたので、別当に引き入れさせた。買って道具を買う、前腕を買う、蚊帳を買う。買いに行くのは重卒の島村である。家主は豆なじいさんで、来ていろいろと世話を焼いてくれる。前腕を買うときじいさんが問うた。何人前いりまするのかの。2人前です。下のものはいりませんのかの。僕と下女の夫で2人前です。重卒はタイで食います。別当も自分でやるのです。蚊帳は自分のと下女のと別当のと見張り買った。その時もじいさんが問うた。布団はいりませんかの。毛布があります。万事こんな風である。それでも50円ほどかかった。女中を雇うというので、宿屋の辰巳のおかみさんが口入れ屋のかみさんをよこしてくれた。石田婆さんを来たいという注文をした。時という50ばかりの婆さんが来た。夫婦で小学校の教員の弁当をこしらえているもので、その婆さんの方が来てくれたのだそうだ。不思議に喋らない。黙って台所をしてくれる。2、3日経った。毎日雨は降ったり止んだりしている。石田は雨覆いを羽織って馬で司令部に出る。東京から新たに雇ってきた別当の虎吉が初めて友をすると聞こう言った。旦那、馬のカッパありませんがな。ある。ええ、それは蔵にだけかぶせる小さいやつならあります。旦那の膝にかけるのがありません。そんなものはいらない。それでもお膝が濡れます。どこの旦那も持っています。膝なんざ濡れてもいい。馬装に膝掛けなんというものはない。外の人は持っておっても俺はいらない。へへへ、それでは乃木さんのお流儀で。己がいらないのだ。乃木閣下のことはどうか知らん。へえ。その後別途はあえて言わない。石田は司令部から引き掛けに師団長をはじめ上官の家に名刺を出す。その頃は都督がおられたので、それへも名刺を出す。中には面会せられる方もある。うちに帰ってみると
部下の者が名刺を置きに来るので、いつでも 2,3 枚ずつはある。商人が手土産なんぞ置いて帰ったもの、置いて帰ったのもある。そうすると石田はすぐに島村に持たせて返しにやる。それだから島村は物をもらうのを苦に病んでいて、自分のいる時に持ってきたのは大抵受け取らない。ある日帰ってみると、島村と押し問答しているものがある。相手は百姓らしい風体の男である。見れば鶏の生きたのを一羽持っている。その男が石田を見るとニコニコしてそばへ寄ってきてこう言った。少佐殿、お見忘れになりましたが、知りませんが戦地でお世話になった市長輸卒の麻生でございます。うん、軍司令部にいた麻生か。はい。どうしてきた。予備役になっておりまして帰っております。うちは代理でございます。少佐殿におなりになってこちらへお出だということを聞きましたので、ご機嫌伺いに参りました。これはたくさん飼っておりますうちの一羽でござりますが、ちょうど良い頃のでござりますから持って上がりました。うん、立派な鳥だな。それは挑発であるまいな。麻生はゴブ狩りの頭をかいた。恐れ入ります。ついみんなが挑発挑発と申すもんでござりますから、ああいうことを申しましてお叱り受けました。それでも貴様はあれぎり品人のものを取らんようになったから感心だ。まったくおかげをもちまして心得違いをいたしませんもんですから、開戦いたしますまでどのぐらい肩身が広かったか知れません。大連でみんなが廃能を調べられました時も、銀のかんざしが出たり女の着物が出たりして恥をかく中で、私だけは大威張りでございました。あの金州の鶏なんぞはシャンがほい、またお叱りを受け損なうところでござりました。品人が逃げた後に卵を抱いていたので、主はないのだと申しますのに、そんならその主のない家に持って行って置いてこいとおっしゃったのには実に驚きましたのでございます。ああ、俺は頑固だからな。どういたしまして。あれが私の一生の教訓になりましたのでございました。もうおいとまをいたします。止まってはいかんか。俺のうちは戦地と同じでご馳走はないが、奥様はいらっしゃりませんか。サイはこないだ死んだ。へえ、それはどうも。島村が知っているが、まるで戦地のような暮らしをやっているのだ。それはご不自由でいらっしゃいましょう。つまらないことを申し上げてお召し替えのお邪魔をいたしました。これでお暇いたします。麻生は鶏を島村に渡してわらじをびちゃびちゃ言わせて帰っていった。石田は長家を脱いで上がる。雨覆いを脱いで島村に渡す。島村は雨覆いと靴を持って買っていく。石田は西の爪の間に入って床の間の前に行って、棒をそこに据えてある昇降氷の上に置く。軍刀を床の間に横に置く。これは初めて来た日に仏婆さんが床の壁に立てかけて叱られたのである。立てたものは倒れることがある。倒れれば塔が痛む。壁にも傷がつくかもしれないというのである。床の間の前には子供が手習いに使うような机が据えてある。その前に毛布が畳んで敷いてある。石田は夏衣子のままで毛布の上にあぐらをかいた。そこへ買ってからばあさんが出てきた。鳥はどうなさりまするかの。飯の際がないのか。ナスにインゲン豆が煮えておりまするが、それでいい。鳥は生かしておけ。はい。ばあさんは腹の中で相変わらずケチな人だと思った。このばあさんの観察したところでは、石田には二つの性質がある。一つは輪食である。魚は長浜の女が半台を頭の上に乗せて売りに来るのであるが、まだ小台を一度しか買わない。野菜がうまいというので、きゅうりやナスばかり食っている。酒はまるで飲まない。菓子は一度買ってこいと言われて、名物の鶴の子を買ってきたところが、まずいなと言いながら皆平らげてしまって、それきり買ってこいとは言わない。今一つはバカだということである。物の値段がわからない。いくらと言っても黙って払う。人が土産を持ってくるのをいちいち返しにやる。ばあさんはまずこれだけの観察をしているのである。ばあさんが立つとき、石田は湯が取ってあるかと言った。はいと言ってばあさんは勝手へ引き込んだ。石田は裏側の爪の間に出る。ここには水差しとうがい茶碗と湯を取った金だらいとバケツとが置いてある。これは初の日から決めてあるので、
朝晩とも同じである。石田はまず用事を使う。うがいをする。湯で顔を洗う。石鹸は70銭ぐらいの舶来品を使っている。なぜそんな贅沢をするかと人が問うと、石鹸は石鹸でなくてはいけない、偽物を使うぐらいなら使わないと言っている。ゴブ狩り頭を洗う。それから裸になって体中を丁寧に拭く。同じから金だらいで下湯を使う。足を洗う。人が汚いと言うと、俺の体は清潔だと言っている。湯をバケツに捨てる。その水を後に取って手ぬぐいを洗う。水を捨てる。手ぬぐいを絞って金だらいを拭く。また手ぬぐいを絞ってかける。一日に二度ずつこれだけのことをする。湯屋には行かない。その代わり戦地でも射影しているときはこれだけのことは寄せないのである。石田はジワンコスタを着替えて、また夏恋を着た。夏衣子を着た。常の日は寝巻きに浴衣を着るまでこのままでいる。それを客が来てみて、乃木さんの流儀かというと、乃木閣下のことは知らないというのである。机の前に座る。膳が出る。どんなにゆっくり食っても15分より長くかかったことはない。外を見れば雨が止んでいる。石田は立って台所に出た。飯を食っているばあさんが箸を置くのを見て、用ではないと言いながら土間に降りる縁に出た。土間には虎吉が鳥に米をまいてやってしゃがんで見ている。石田も鳥を見に出たのである。大きな雄鳥である。早春の葉が赤褐色で、首に麹色の首巻きがあって、黒い尾を長く垂れている。虎吉は人の悪そうな青黒い顔を上げて、ぎょろりとした目で主人を見てこう言った。旦那、こいつは肉は柔らかですぜ。食うのではない。へえ、飼っておくのですか。うん。そんなら大家さんの物置に伏せ子が履いているのがあったから、あれを借りてきましょう。買うまでは借りてもよい。こう言っておいて、石田は今に帰って刀をつって棒をかぶって玄関に出た。玄関には島村が磨いてあった老いた長花がある。それを庭に下ろして履く。ガタガタいう音を聞きつけてばあさんが出てきた。おがいとはすぐ帰るからいらん。石田は鍛冶町を西にまっすぐ鳥町まで来た。そこにこないだ名刺を置いて歩いてきた時見ておいた鳥屋がある。そこで面取りを一羽買って、伏せ子を職人に注文してもらうように頼んだ。鳥は羽の色の真っ白なムクムクと太ったのを見立てて買った。後から持たせて起こすということである。石田は代を払って帰った。面取りを持ってきた。虎吉は鳥屋を馬屋の方へ連れて行って何か話し込んでいる。石田はオスメスを一緒に話して、オンドリがカタカタ羽を広げてメスの周りを半径上に歩いて挑むのを見ている。メスはとにかく逃げようとしているのである。間もなく、まだ外は明るいのに、鳥は不安の様子をしてきた。そのうち台所の土間の隅に棚のあるのを見つけて、それへ飛び上がろうとする。ねぐらを探すのである。石田は別棟に鳥を寝かすようにしてやれと言って居間に入った。翌日からは夜明けに鶏が鳴く。石田は愉快だと思った。ところが午後引けて帰ってみると、面取りが2羽になっている。ばあさんに問えば、別棟が自分の1羽一緒に飼わせてもらいたいと言ったということである。石田は嫌な顔をしたが、咎めもしなかった。2、3日経つうちにまた面取りが1羽増えて、おんどりとともに4羽になった。今度のも別棟ので、どこからかもらってきたのだということであった。石田はまた嫌な顔をしたが、やはり別棟には何とも言わなかった。4羽の鶏が屋敷中を漁って歩く。薄いの方の那須畑に侵入して、じいさんに追われて帰ることもある。面取り同士で喧嘩をするので、別棟が強いやつを捕まえて、伏せ子に伏せておく。伏せ子はもうできてきた新しいので、隣から借りた分は返してしまったのである。とやは別棟が薄いのじいさんに断って、縁の下で仕切ってこしらえて、入り口には板切りと、割り竹と互い違いに打ちつけた不細工な格子戸をはめた。ある日、ばあさんが石田の司令部から帰るのを待ち受けてこう言った。
別当さんの鳥が卵を産んだそうで、旦那様が上がるならあげてくれと言いなさりますが、いらんと言え。ばあさん驚いたような顔をし引き下がった。これからはばあさんがたびたび卵の話をする。どうも別当が面取りに限って別当の面取りに限って卵を産んで、旦那様のは産まないというのである。ばあさんはこの話をするために極めて声を小さくする。そして不思議だ不思議だという。ばあさんはこの話の裏面に別に何者かがあるのを石田に発見してもらいたいのである。ところが石田にはどうしてもそれがわからないらしい。どうもバカなのだからわからないでもしょうがない。そこでじれったがりながら反復して同じことを言う。しかし自分の言うことが別当に聞こえるのは怖いので次第に声は小さくなるのである。とうとうしまいに石田の耳の根にすり寄ってこう言った。こねえなことを言って悪うござりまするが、卵は旦那様の鳥も産まんことはござりません。どれが産んでも別当さんが自分の鳥が産んだというのでござりますがな。ばあさんは恐る恐るこう言って、石田が怒って大声を出さねばいいがと思っていた。ところが石田は少しも感動しない。平気な顔をしている。ばあさんはじれったくてたまらない。今度は別当に知れてもよいから怒ってもらいたいような気がする。そしてとうとうバカにつける薬はないと諦めた。石田はしばらく黙っていて、極めて冷然としてこう言った。俺は卵が食いたいときは、こうて食う。ばあさんは歯がゆいのを我慢するというふうで、何か口の中でブツブツ言いながら買って下った。7月10日は石田が小倉に来てから3度目の日曜日であった。石田は早く起きて例の狭いまで長寿を使った。これまでは日曜日にも用事があったが、今日は初めて日曜日らしく感じた。寝巻きの浴衣を着たままでへこびをぐるぐると巻いて、南側の裏縁に出た。南国の空は根性色に晴れていて、みかんの茂みが漏れる日がキラキラとしたキラキラした斑紋を花壇の周りの砂の上に印している。川屋には馬の手入れをする金串の音がしている。折々馬が足を踏み替えるので、蹄鉄が川屋の敷石に触れてコトコトと言う。そうすると別当がこらと言って馬を叱っている。石田は気がのんびりするような心持ちで朝の空気を深く呼吸した。石田は縁の隅に新聞の保護の上に裏と裏を合わせてあげてあった朝裏を取って庭に下ろして縁から降り立った。花壇の周りをぶらぶら歩く。庭の井戸の石畳にいつもの赤いカニのいるのを見て、井戸の上から覗くとカニは皆隠れてしまう。苔のついた鶴瓶に短い竿をつけたのが放り込んである。鶴瓶と石畳との間を忙しげに水すましが走っている。一本のみかんの木を東へ回ると勝手口に出る。ばあさんが味噌汁を煮ている。別当は馬の手入れをしまって、蹄に油を塗って勝手口に来た。手には買い置きを持っている。主人に会釈して勝手口に置いてある麦箱の蓋を開けて、麦を買い置きに入れている。石田はしばらく立って見ている。いくら食うか。ええ、これで3杯ぐらいがちょうどよろしいので。別当はギョロッとした目で横に主人を見て、麦箱の中に放り込んである、節の欠けたろくろ細工の飯鉢を取ってみせる。石田は黙って背中を向けて縁側の方へ引き返した。花壇のところまで帰った頃に、面取りが一羽、けたたましい鳴き声をして足元にかけてきた。それと一緒に妙な声が聞こえた。まるでクツワムシの鳴くようなやかましい女の声である。石田が声の方角を見ると、花壇の向こうの畑を仕切った。南の隣の生垣の上から顔を出している40ぐらいの女がいる。霜太りのかぼちゃのように黄色い顔ので頭のてっぺんには油固めの小さい丸まげが乗っている。これが声の主である。盛んに何か喋っている。石田は誰に言ってるかと思って自分の周りを見ましたが、別に誰もいない。石田の感ずるところでは自分に言っているとは思われない。しかし自分に聞かせるために言ってるらしい。日曜日で自分の家にいるのを伺え言って喋り出したかと思われる。いわば天下に呼応して傍ら石田をして聞かしめんとするのである。言うことがよくはわからない。一体この土地に限らず、方言というものは怒って悪口を言うような時、
最も純粋に現れるものである。目上のも人に物を言ったり何かすることになれば就職するから特色がなくなってしまう。この女の今喋ってるのが純粋な無前語である。そこでうちのおとき婆さんや家主のじいさんの話と違っておおよそその意味を聞き取れるが、細かいニュアンスは聞き取れない。何でも鶏が垣を越えて行って畑を荒らして困っているということらしい。それを次第にして堂々とたるフィリッピカを発しているのである。女はこんなことを言う。無前にはことわざがある。何丁部とか畑を持たないでは鶏を飼ってはならないというのである。しかるに借家住まいをして鶏を飼うなんぞというのは僭越もまた甚だしい。サーベルを刺して馬に乗っている者は何をしてもよいというのは心得違いである。大抵こんな筋であって攻撃余力はを残さない。女はこんなことも言う。鶏が何をしているのか知らないばかりではない。雇い婆さんが勝手に物をごまかして自分のうちの暮らしを立てているのも知るまい。別当が馬の麦をごまかして金を貯めようとしているのも知るまい。こういう時には声を一層張り上げる。婆さんにも別当にも聞かせようとするのである。女はこんなことも言う。借家人のすることは家主の責任である。サーベルが怖くて物を言えないようならサーベルなんぞに初めから家を貸さない方がよい。声はいよいよ高くなる。薄井のじいさんにも聞かせようとするのである。石田は花壇の前に棒のように立って喋る女の方へ真向きに向いて黙って聞いている。顔には折々微笑の影が、風のない日に木の葉が揺らぐように動く他は何の表情もない。軍服を着て上官の小言を聞いている時と大抵同じことではあるが、少し筋肉が緩んでいるだけ違う。微笑の浮かぶのを制せないだけ違う。石田はこんなことを思っている。鶏は鍵を越すものと見える。坊主が酒を般若党ということは世間に流布しているが、鶏を三里祭ということは本を読まない者は知らない。鶏をもらったところが食いたくもなかったので生かしておこうと思った。生かしておけば鍵も越す。鍵も越すかもしれないというところまで初めに考えなかったのは用意が足りないようであるが、何をするにもそんなイベンチャリティを眼中においてはできようがない。鶏を飼うという事実にこの女が怒るという事実が付帯してくるのは格別驚くべきわけでもない。何にしろあの柿の上に妙な首が乗っていて、その首が何の遠慮もなく表情筋を伸縮させて雄弁を振るっているところは面白い。東京にいた時、光線の反射を利用して卓の上に乗せた首が物を言うように思わせる見せ物を見たことがあった。あれは見せ物師があまりにプレタンショーであったので、こっちの反感を起こして面白くなかった。あれよりはこっちの方がよほど面白い。石田はこんなことを思っている。柿の上の女は雄弁家である。しかし、いかなる雄弁家も一の論題について喋りうる論士には限りがある。柿の上の女もとうとう思想が枯渇した。察するに彼は思想の枯渇を感じるとともに失望の念をなすこと禁じ得なかったのであろう。彼は経験上こんな雄弁を浪するたびに誰か相手になってくれる。少なくとも一言ぐらい何か言ってくれる。そうすれば水の流れが石に触れて激するように弁論に張り合いが出てくる。相手も雄弁を浪することになれば貴子愛当たって彼の心が飽きたるであろう。彼は石田のような相手には初めて出会ったであろう。そしてのれんに腕押しをしたような不快な感じをしたであろう。彼は、ええとも今度来たら閉めてしまうからと言い放って、堺の生垣の陰へかぼちゃに似た首を引っ込めた。月末は意味を振るってる割に声に力がなかった。旦那さん御前ができましたが、ばあさんに呼ばれて石田は朝飯を食いに座敷へ戻った。給仕をしながらばあさんが、南浦の神様は評判の悪者で、誰も相手にならないのだというような意味のことを話した。石田はなるだけ鳥を伏せ子に伏せておくようにしろと言いつけた。その時ばあさんは声を低くしてこういうことを言った。主人の買ってきた白い綿鳥は今朝は卵を抱いている。別当も白い綿鳥を抱いているのを外の綿鳥が産んだのだとは言いにくいと見えて黙っている。卵をたった一つ変えさせるのは無駄だから、取ってこようかというのである。石田は抱いてるなら構わずに抱かしておけと言った。
石田は飯を済ませてから勝手へ出てみた。まだ縁の下の戸屋にのできないうちに寝かせたことのある台所の土間の上の棚が藁を敷いたままになっていた。白い面取りはその上に上がっている。常からムクムクした鳥であるのが、羽を立てて体を膨らまして、いつもの2倍ぐらいの大きさになって、首だけ動かしてあちこちを見ている。茶碗を洗っていたばあさんが来て鳥の横っ腹をつつく。鳥は声を立てる。石田はばあさんの方を見ていった。どうするんだ。旦那さんに卵を見せてあげようと思いまして。よせ、見んでもいい。石田は思い出したようにばあさんにこういうことを問うた。世帯を持つときマスを買ったはずだが、別当はあれで麦を測りはしないかというのである。ばあさんは別当のマスを使ったのは見たことがないと言った。石田はそうかと言ってついと部屋に帰った。そして昇降氷の蓋を開けて半切り毛布に包んだ紙を出した。ハバナの葉巻である。石田は平勢天狗を飲んでいて、これならどんな田舎に行軍しても補充のできないことはないと言っている。たまには上等の葉巻を飲む。そして友達と雑談するとき、小説家なんざは物を知らない。金剛石入りの指輪をはめた金持ちの主人公にマニラを飲ませるなどと言って笑うのである。石田がたまに飲む葉巻を毛布にくるんでおくのは、火薬の保存法を応用しているのである。石田はこう言っている。俺だって大将にでもなれば、タバコも毎日新しい箱を開けるのだ。今のうちは箱を開けてから一月も保存しなくてはならないのだから、工夫を要する人と言っている。石田は葉巻に火をつけて、さも床上に一吸い吸って、例の手習い机に向かった。北向かいの表庭はサルスベリのまばらな葉越しに日がいっぱいに差して、教宿棟にはもうところどころ花が咲いている。向かいのうちの糸車は今日もブンブンブン、ブンブンとなっている。石田は床の間の隅に立てかけてある洋書の中からラ・ブニュイエールの性格という本を抜き出して、短い鋭い章を一つ読んではじっと考えてみる。また一つ読んではじっと考えてみる。五六章も読んだかと思うと本を置いた。それから舶来の象牙師と封筒との箱入りになっているのを出して、ペンで手紙を書き出した。石田はペンと鉛筆とで万事済ませて、すずりというものを使わない。まれに願い届けなどがいれば初期に頼む。それは陸軍を出てから病気引きこもりをしたことがないというくらいだから、めったにいらない。人から来た手紙で返事をしなくてならないのは頭脳の中に入れているのだから、それを出して片っ端から返事を書くのである。東京に中学に入っている息子を母につけておいてある。第一に母にやる手紙を書いた。それから筆を置かずに二つ三つ書いた。そして母の手紙だけを昇降氷にしまって、他の手紙は引き裂いてしまった。昼になった。飯を済ませて、さっき手紙を書き始めるとき灰皿の上に置いた葉巻の飲みさしに火をつけて、北表の縁に出た。空はいつの間にか薄い灰色になっている。汽車の音がする。コウモリ傘張り替え修繕用ガスのと呼んで前の往来を通るものがある。糸車のブーンブーンは相変わらず昆虫をなしている。石田はどこかに出ようと思ったが、空模様が変わっているのでやめる気になった。しばらくして座敷へ入って、南アルフリカの大きい地図を広げて、この頃戦争が起こりそうになっているトランスバーサルの地理を調べている。こんな風で一日は暮れた。3、4日経ってからのことである。もう役所は昼引けになっている。石田は馬に蹄鉄を打たせにやったので、司令部から引き掛けに紫川の左岸の狭い道を常盤橋の方へ歩いていると、戦役以来心安くしていた中野という男に会った。中野の方から声をかける。おい、今日は徒歩かい。うん、鉄道宇治にやったのだ。君はどうしたのだ。僕のは海に入れにやった。そうかい、非常に喜ぶぜ。そんなら僕もいっぺんやってみよう。別当が泳げなくちゃダメだ。泳げるようなこと言っていた。中野は石田より早く卒業した士官である。今は石田と同じ歩兵少佐で大隊長をしている。少し太りすぎている男で、性質から言えば老実家である。馬をひどく可愛がる。中野は話を続けた。君に会ったらいつか言っておこうと思ったが、ここには大きなドブ石
に石を並べて蓋をしたところがあるがな、あの馬車夫に行く通りだろう。あれだ、魚町だ。あの上に馬で歩いちゃいかんぜ。馬は人間とは目方が違うからな。うん、そうかもしれない。ちっとも気がつかなかった。こんな話をして時矢橋にかかった。中野が何か思い出したという様子でおどを緩めてこう言った。おい、それからもう一つ君に話しておきたいことがあった。バカなことだがな。なんだい、僕はまだ来たばかりで何にも知らないんだから、どしどし注意を与えてくれたまえ。実は僕のうちの縁側から君のうちの門が見えるんで、サイのやつが妙なことを発見したというのだ。はてな、君が毎日出勤するとあの門からばあさんが風呂敷包みを持って出ていくというのだ。ところがおとついだったかと思う、その包みが非常に大きいというので妻がひどく心配していたよ。そうか、そう言われれば心当たりがある。いつも漬物を切らすので、あの日にはナスとキュウリをたくさんつけておけと言ったのだ。それじゃあ自分の家へもたくさんつけたんだろう。ははは、しかしとにかくありがとう。奥さんにもよろしく言ってくれたまえ。話しながら京町の入り口まで来たが、石田は立ち止まった。僕は寄っていくところがあった。ここで失敬する。そうか、さよなら。石田は時矢橋を渡って後へ戻った。そして室町の辰巳に寄っておかみさんに下女を取り替えることを頼んだ。おかみさんは陳の頭をさすりながら笑ってこう言った。あんた様、ばあさんがええとお言いなされたかな。ばあさんはいかん。何かしましたかな。何もしたのじゃない。だいぶ偉そうだから、丈夫な若いのをよこすように口入れの方へ頼んでください。はいはい、べっぴんさんをあげるように言うてやります。いや、下女にはべっぴんは困る。さようなら。石田はそれから帰りがけに隣へ寄って薄井のじいさんに、下女の若いのが来るから、どうぞお前さんのところの下女を夜だけ泊まりに来させてくださいと頼んだ。そして家へ帰って黙っていた。翌日、口入れのかみさんが来て、おとき婆さんに話をした。年寄りに骨を折らせるのは気の毒だと旦那が言うからと言ったそうである。婆さんは存外素直に聞いて帰ることになった。石田はまだ月の半ばであるのに1ヶ月分の給料をやった。夕方になって口入れのかみさんは出直してお目見えの女中を連れてきた。25、6歳ぐらいの髪の薄い女で、お辞儀をしたら横目で石田の顔を見る。襦袢の袖にしている水あさぎのメリンスが一寸ぐらい袖口から覗いている。石田翌日島村を口入れ屋にやって下女を取り替えることを言いつけさせた。今度は16ばかりの小柄の目のクリクリしたのが来た。気性もハキハキしているらしい。これが石田の気に入った。 2,3 日置いてみて石田はこれに決めた。ひな子のもので春というのだそうだ。男のような庇護言葉を使って動作も活発である。肌に琥珀色のツヤがあって筋肉が締まっている。石田は精悍なやつだと思った。しかし困ることにはいつも茶の縦縞の一重物を着ているが、石田のところには二ところばかり次が当たっている。それで給仕をする。汗臭い。着物はそれしかないのか。ありません。平気で微笑を帯びて答える。石田は三枚持っている浴衣の一枚をやった。一週間ほどだった。春と一緒に泊まらせていた薄井の下女が暇を取って師団長の家へ住み込んだ。春の給料が自分の給料の倍だというので羨ましがって主人を取り替えたそうである。そこで薄井では代わりに入れた分の下女を泊まりに起こさないことになった。石田は口入れのかみさんを呼んで、子女をもう一人雇いたいと言った。かみさんがそんならうちの娘をよこすと言って帰っていった。口入れ屋の娘が来た。年は13で久というのである。色の真っ黒な子で、すこぶる不潔で、すこぶる行儀が悪い。翌朝5時頃にプーという妙な音がするので、石田は目を覚ました。後に聞けば、勝手では朝起きて戸を開けるまで提灯に火をつけることにしている。提灯の柄の先に鍵がついているのは、春はいつも投げしの釘にかけていたのだそうだ。その提灯をひさに持っていろと言ったが、ひさが面倒がって提灯の柄で障子を突き破って、提灯を障子にぶら下げたということである。石田は障子に穴のあるのが嫌いで、いちいち自分で切り張りしているのだから、この話を聞いて嫌な顔をした。石田は口入れ屋のかみさんを呼んで、ひさを返したいと言った。返して大を雇うつもりであった。ところがかみさんは何が悪いのか聞いて直させるという、何一つ悪くないことのない子である。
石田は窮して何にも悪くない。途中は一人でよいと言った。石田は辰巳に行って第二の下女の傭兵を頼んだ。おかみさんはチンをいじりながら石田の話を聞いてにやりにやり笑っている。そしてこう言うのである。あんたさん、立派なおめかけさんでも起きなさればええのにな。バカなこと言っちゃいかん。とにかく頼むと言いおいて。石田は帰った。しかし第二の下女はなかなか来ない。石田はとうとう若い下女を一人使っていることになった。3、4日経った。7月31日になった。朝起きて顔を洗いに出ると、春がひよこの飼えたのを知らせた。石田は急いで顔を洗って台所へ出てみた。白い面取りの葉の間から黄色いひなの頭が覗いているのである。商人が勘定を取りに来る日なので、旦那が帰ってから払うと言えと言い置いて役所へ出た。昼になって帰ってみると待っているものがある。待っているものもある。石田はノートブックにペンで書き留めて片っ端から払った。晩になってから石田は勘定を渡ってみた。小倉に来てから初めてまとまった1ヶ月分の費用を調べることができるのである。春を呼んで米はどうなってるかと問うてみると、ちょうど米びつが空になって、あとは明日持ってくるのだという。そこで石田は春を勝手に下らせて、後で米の量を割ってみた。陸軍で決めている一人一日精米6合というのをはるかに超過している。石田は考えた。自分はどうしても兵卒の食う半分も食わない。おとぎばあさんも春も兵卒ほど飯を食いそうにはない。石田はすぐにおとぎばあさんの風呂敷包みのことを思い出した。そして静かにノートブックを商工氷のうちへしまった。8月になって司令部の者も点で休暇を取る。師団長は家族を連れて船小屋の温泉に立たれた。石田はまとまった休暇をもらわずに確実で休むことにしている。表庭の猿すべりにポツポツ花が咲き始める。折々セミの声が迎えの家の糸車の音に混じる。6日は日曜日で石田のところにも初中見舞いの客がたくさん来た。初めて世帯を持つときに渋紙のようなものでこしらえた座布団を3枚買った。まだあまり使わないのに中を入れた面が工房によって塊になっている。客は3人まで座布団を敷かせることができるが、4人落ち合うと畳んだ毛布の上に座らせられる。今日の夏はとうとう毛布に乗ったお客があった。客は大抵片びらに袴を履いて薄羽織を着てくる。薄羽織はもちろん、袴というものも石田などは持っていないのである。石田はこんな日には朝から夏以降来て応対する。客は大抵同じようなことを言って帰る。今年は書が去年より軽いようだ。小倉は人気が悪くて物価が高いことに、家賃をはじめ商工の階級によって値が違うのは不都合である。休暇をもらってもこんな土地では日の暮らしようがない。町中に見るものはない。温泉場に行くにしても二日市のような近いところはつまらず、遠いところは不便で困る。まずこんなことである。石田はただはあはあと返事をしている。中には少し風流があって見る人もある。庭の方を見て海がないのが遺憾だと言ったり、掛物を見て書画の話をしたりする。石田は床の間に軍人に賜った直後の祭事に書かせたものをかけている。これを商工氷に入れてどこでも持って行くばかりで、他に掛物というものは持っていないのである。書画の話などが出ると自分にはわからないと言って相手にならない。翌日あたりから石田も役所へ出かけに、師団長、旅団長、師団の参謀長、歩兵の連隊長、それから都督部参謀長との託位に名刺を出して、それで初中見舞いを済ました。時候はだんだん暑くなってくる。セミの声が向かいの家の糸車の音と同じように絶え間なく聞こえる。夕凪の日には日が暮れてから暑くてうちに居にくい。さすがの石田も浴衣に着替えてブラブラと出かける。初めのうちは小倉の町を知ろうと思ってぐるぐる回った。南の方は馬借から北方の果てまで。北方には特化隊が置いてあるのでよく知っている。そこで東の方へ船を砂の上に引き上げてある長浜の漁師村の外れまで歩く。西の方へ道普請に使う石炭くずがだんだん少なくなって天然の砂が現れてくる町を西鍛冶屋町の外れまで歩く。
しまいに紫川の東の川口で朝日町と遊郭の裏手になっているお台場の跡が涼むには一番いいと決めて、材木の積んであるところに腰をかけて夕凪の蒸し暑い盛りを過ごすことにした。そんな時には今度東京に行ったら三本足の将棋を買ってきてここへ持ってこようなんぞと思っている。飼えたひよこはオスであった。至極丈夫でみるみる大きくなる。大きくなるにずれて葉の色が黒くなる。10日ばかりで全身真っ黒になってしまった。まるでカラスの子のようである。石田が捕まえようとすると親鳥が鳴くので石田はやめてしまう。11日は陰暦の七夕の前日である。笹よしかと言って歩く。翌日になってみると五色の紙に物を書いて竹の枝に結びつけたのが家ごとに立ててある。小倉にはまだ貴公殿の風俗が一般に残っているのである。15、6日になると竹の花立てはいりませんかなと言って売って歩く。裏本が近いからである。18日が陰暦の7月13日である。サルスベリの花の上に雨が降ったり止んだりしている。向かいの糸車は相変わらず鳴っているが、セミの声は少し途切れる。折々生垣の外は裸足の子供が花芝花芝と呼びながら走って通る。しきみを売るのである。雨の止んでいる間はひどく蒸し暑い。いざこの夏中で一番暑い日のように感じた。翌日もやはり雨が降ったり止んだりして蒸し暑い。夕方に町に出てみるとどの家にも盆灯籠が灯してある。中には2階を開け放して数十の大灯籠を天井に隙間なくかけている家がある。長浜村まで出てみれば盆踊りが始まっている。浜の砂の上に大きな輪を作って踊る。男も女も手ぬぐいをの頬かむりをして着物の裾をはしょって帯に挟んでいる。旅はだしもあるが多くは素足である。女で印番店に三尺帯を締めて桃引きを履かずにいる者もある。口々に口説きのようなものを歌って絵とさっさと生やす。良いとさの鉛であろう。石田はしばらく見ていて帰った。ひなは日増しに大きくなる。はじめのうちは油断なく変わっていた親鳥も大きくなりにつれて構わなくなる。石田はひなを畳の上に持ってきて米をやる。だんだん慣れて手のひらに乗せた米をついばむようになる。また少し日が経って石田が役所から帰って机の前に座ると庭に遊んでいたのが走ってきて縁に上がってきてつるはしを使うような具合に首をさじテールの方向へ規則正しく振り動かして膝のそばに寄るようになる。石田、毎日役所からの帰りがけにうちが近くなるとひなのことを思い出すのである。8月末に師団長は湯治場から帰られた。初中休暇も残り少ないになった。29日には土地の者が皆地蔵へ参るというので石田も寺町に行ってみた。地蔵堂の前に盆灯籠の破れたのが駆け並べてその真ん中に砂を山のように持ってある。男も女も線香に火をつけたのを持ってきてそれを砂に立てて置いて帰る。中1日を置いて31日にはまた商人が賭けを取りに来る。石田が先月の通りに頑丈をしてみると米がやっぱり6月と同じように多くいっている。今度は風呂敷包みを持ち出すばあさんはいなかったのである。石田はしばらく考えてみたがどうも春はおどきばあさんのようなことをしそうにはない。そこで春を呼んで米が少し余計にいるようだがどうかと思うと問うてみた。春はクリクリした目で主人を見て笑っている。彼は米の多くいるのは当然だと思うのである。彼は多くいるわけを知っているのである。しかしそのわけを言ってもよいかどうかと思ってしばらく考えている。石田は春に面白いことを聞いた。それは別当の虎吉が自分の米を主人の米びつに一緒に入れておくという事実である。虎吉の給料には食料が入っている。馬料なんぞは余りを馬に使わない司令部勤務をしているのに低速だけの金を馬料屋に払っているのだから虎吉が随分利益を見ているということは石田は知っている。しかし馬さえ痩せさせなければよいと思って穴狂おうとはしない。そうしてあるのに虎吉が主人の米びつに米を入れておくことにして勝手に剥がり出して食うというに至っては石田といえども驚かざることを得ない。虎吉は米びつの中へ米をいくら入れるか何辺入れるか少しもわからないのである。そうしておいて剥がり出すときにはいくらでも勝手に剥がり出すのである。
だんだん春の言うことを聞いてみれば、味噌も醤油も同じ方法で食っている。うちで漬ける漬物も虎吉が、この大きい分は俺のナスだと言って出して食うということである。虎吉は食料は食料で取って、実際食うものは主人のものを食っているのである。春はまた笑ってこう言った。割り木も別途さんのは店割り木で、いつまで経っても減ることはないと言った。勝手道具もそうである。土間に七輪が二つ置いてある。春の来た時に別途が壊れているのは旦那ので、満足なのは俺のだ、と言った。そのうち壊れたのがまるで使えなくなったので、春は別途と同じ七輪で物を煮る。別途は旦那のことだから貸してあげるが、てめえはお辞儀をして使え、と言っているということである。石田は初めて目の開いたような心持ちがした。そして別途の手腕に対して少なからぬ敬意を表せざることを得なかった。石田は鶏のことと卵のこととを知っていた。知って黙挙していた。しかるに鶏と卵とばかりではない。別途にはシステマティックマンに発展させた一種の面白い経理法があって、それを万事に適用しているのである。鶏を一緒に飼って産んだ卵を皆自分で食うのは、ただこのシステムを鶏に適用したに過ぎない。石田はこう思って思わず微笑んだ。春がもし自分のこんな話をしたことが別途に知れては困るというのを、石田はなだめて心配するには及ばないと言った。石田は翌日、米びつやら漬物おげやら七輪やらいろいろなものを島村に買い集めさせた。そして虎吉を呼んで、これまであった道具を米びつには米の入っているまま、漬物おけには漬物の入っているままでみんなやって平気な顔をしてこう言った。これまで米だのなんだのお前と一緒になっていたそうだが、あれは俺が気がつかなかったのだ。俺は新しい道具を買ったから、これまでの道具はお前にやる。まだこの他にも、お前のものが台所に紛れ込んでいるなら、遠慮せずみんな持って行ってくれい。それから、鶏が四五羽いるが、あれはみんなお前にやるから、食うとも売るとも勝手にするがよい。虎吉は呆れたような顔をして石田の言うことを聞いていて、石田の言葉が切れると何か言いそうにした。石田はそれを言わせずにこう言った。いや、お前の都合はあるかもしれないが、俺はそう決めたのだからお前の話は聞かなくてもいい。石田はついと立って奥に入った。虎吉は春に、旦那からお暇が出たかのだかどうだか伺ってくれろと頼んだ。石田は笑って、俺はそんなことは言わなかったと言え、と言った。その晩は26夜町だというので、朝日町で花火が上がる。石田は表側の縁に立って、サルスベリの薄黒い花の上で花火の散るのを見ている。そこへ春が来てこう言った。今、別当さんが鶏を縛って持って行きおります。ひよかはおこうかと言いますが、おけと言いましょうか。ひななんぞはいらんと言え。石田はやはり花火を見ていた。終わりです。